夢のプラモデルが完成する瞬間、そこには何者にも変えがたい喜びがあります。今回のテーマは、大海原の下に息を潜め狙った獲物に牙を剥く海の狼との異名を持つ潜水艦。壮大なスケールで見るものを圧倒し、根強い人気を誇る艦船モデル。中でもシンプルなフォルムを持つ潜水艦のプラモデルは、作るものの技量が試されます。潜水艦っていうのは船の中ではすごく特殊な存在なんですよ。自分のイメージした姿を塗装で再現する、それが僕の潜水艦の楽しみ方なんです。そう語るのは、塗装を絵画のごとく芸術の域にまで高めるプラモデルのマエストロ、越智信義。模型専門誌に連載を抱える越智の卓越したプラモテクニック、長年の経験と磨き抜かれた感性に裏打ちされたその塗装技術は、艦船モデルばかりでなく、ありとあらゆるプラモデルで発揮されます。塗装だけで一冊の本を出版するほど、多くのモデラーから畏敬の念を集めるマエストロ越智。その作品はまさに威風堂々。700分の1スケールのウォーターラインシリーズでも細かいところまで忠実に再現。越智の塗装テクニックは汚しでその本領を発揮、実際に使い込まれた質感を生み出します。現在は模型店マエストロを経営、数多くのヒットを手掛け、塗装にこだわる越智が作る潜水艦とは。越智の挑戦。ドイツ潜水艦 U ボート 7C ウルフパック、全長 93.3cm もある迫力の大型キット、潜望鏡やアンテナも稼働します。ドイツ海軍の黄金期を飾った迫力の船体を越智はどう蘇らせるのか。はい、U ボートですね。大きいですね。ほら、迫力ありますよ。本当に大きいですよね。72分の1っていうスケールは飛行機ではスタンダードな縮尺なんですけれども、潜水艦のモデルとしては世界初ですね。こんなに大きいんですよ。第二次大戦中に大西洋を暴れ回った船ですから、当然潮焼けやサビが浮いてくるはずですね。それをこのスケールを生かした塗装で再現したいと思います。第二次大戦中最も多く建造され、大西洋における海戦の主役となった U ボート 7C 型。まずはその基本となるパーツを作り上げていきます。72分の1スケールの U ボート、それは大きさとの戦いでもあります。いよいよ船体の接着になります。この時に大きなキットですので、接着面積が非常に長くなります。これでは接着剤を塗った端から乾いていってしまうので、こういう面積の多い接着を行う場合は、この流し込みタイプの接着剤を使います。先にパーツを合わせ、接合部に接着剤を流し込んでいくこの手法、毛細管現象で液体が隙間に入り込んでいくことを利用しています。接着剤を流し込んだ部分からしっかりと固定。大量に流しすぎると接着面が崩れるなどのトラブルの原因ともなるため、素早い作業の中にも細心の注意力が求められます。U ボートの船体が完成、艦船モデルならではの工程へと移っていきます。艦船モデルで必ずと言っていいほど見受けられるパーツに、こういった
手すりなどの非常に細いパーツがあります。本来でしたらばカンナ削り等で仕上げてペーパーをかけるんですが、なるべく力をかけたくないパーツでもあるので、ちょっと違った方法で仕上げてみたいと思います。環境や甲板に装着する手すり、この繊細なパーツにも存在するパーティングラインなどをデザインナイフで処理。しかしこのままでは細かい傷が残ります。本来ならば、ここにペーパーをかけて表面を仕上げるんですけれども、なるべく力をかけたくない、そこで液状接着剤で仕上げます。プラスチックの表面を溶かし接着させるのが流し込み接着剤の理論。その溶かす力を利用して表面を滑らかにしていきます。ツールの特性を知り尽くしているからこそできる巨匠の技。美しい塗装を施すためには、まず船体をきれいに組み立てなければなりません。一つ一つのパーツにゆっくりと時間をかけ、落ちの緻密な作業が続きます。組み立てを終えた 93.3cm の船体、そこにはすでに海の狼の迫力が宿っています。マエストロの表情にも会心の笑みが浮かびます。これだけでもすごいボリュームですね。全体に下地となるサーフェイサーを吹く落ち、多くのモデラーから称賛を浴びるマエストロの塗装が今始まります。重量感と巨大感、こちらを塗装で再現してみたいと思います。まずはベースとなる暗い影の部分から塗っていきます。缶スプレーでジャーマングレーを広い範囲に吹きつけます。そしてパーツの入り組んだ部分にはエアブラシを使用、エア圧を弱めにしきめ細かく塗っていきます。この基本色を細部にまで塗ることがリアルな塗装を生み出す第一歩。巨匠の手で全てのパーツがジャーマングレーに染まります。まずは船体にマスキングを施します。ここから落ちの技が発揮されます。船体に最初の色を吹き付けていくマエストロ。一枚一枚のパネルごとに塗装を施していきます。パネルごとに塗り分けることでリアルさを演出できるとオチは言います。しかしこれはまだ第一段階に過ぎません。続いて先ほどよりも明るめの色をパネルの中央に重点的に施していきます。立体感が生まれ、プラモデルの表面が U ボートの厚い装甲板へと変わっていきます。最後に光の当たる部分にハイライトを施します。マエストロ落ちのグラデーション塗装、それはこの3つの段階を経て生み出されていくのです。ご覧ください。色を重ねるごとに立体感と質感が増し、よりリアルな姿へと進化を遂げています。この後さらなる奥義が披露されます。プロのモデラーがフェイバリットモデルを紹介、ベストキット。越智信義の心に残るプラモデルとは、ドイツ陸軍重戦車タイガー1型、重量級戦車の代表格ともいえるタイガー1型。
戦車模型ブームの中、タミヤが満を持して送り出したこのキット、25分の1という迫力のスケールもさることながら、当時の価格で3800円と値段も高く、多くのモデラーにとって垂涎の的だったといいます。当時としてはすごく憧れ強かったですよね。買ったはいいんですけれども、なんかこう組み立てちゃうとその終わっちゃうような、だから僕にとってこのタイガーっていうかこのキット自体にすごくあの思い入れがあって、その思い入れが強すぎて作れない。僕にとって一番身近なんですけども遠い存在なんですよね。ベストキット、見る者を魅了するオチの塗装、その本領が今発揮されます。基本塗装が塗り上がりました。しかしこのままでは色の境が非常に極端になってしまいます。そこでこれからウォッシングという技法を使ってより自然に仕上げます。ウォッシング、別名洗い塗り。まず十分に薄めた塗料を筆で叩くように全体に塗ることで海水にさらされた質感を演出。乾いたら溶剤をつけたティッシュで叩くように拭き取ります。表面にちょっとムラを作ってあげるんですね。そうすると、塩で荒れた塗装の表面、ちょっとくたびれてきた船の船体の色合いを再現することができます。綿棒で縦方向に拭き取ることで水の流れに沿った水垢を表現します。ウォッシングによりリアルな質感となった環境、細部に至るまでウォッシングを施すオチ、匠の美学は妥協することを決して許しません。激しい戦火をくぐり抜けてきた潜水艦の歴史をも表現するために次なる塗装へと進みます。さらにですね、リアリティを出すためにサビの表現、それを含めたウェッザリングを行います。自然環境の中で使い込まれた質感を出す技法、ウェザリング。長年培ってきた経験から塗料を調色し、排水口の下にできるサビを表現していきます。乾燥したらエナメルシンナーを使って伸ばしていきます。こうすることで水の流れによってできたサビを表現できるとオチは言います。良くなってきたでしょ。サビなんです、サビ。自然の摂理を再現するウェザリングテクニック。しかしマエストロの汚しの表現はこれだけでは終わりません。サビの第2段階、浮き出たサビですね。こちらの表現をするにはこのパステルを使います。パステルをウェザリングに使うことによって表現の幅を広げます。ザラザラとしたパステルの粒子が浮き出たサビとなるのです。空気に触れる部分ほど錆びやすいため、喫水線にマスキングを施し、それより上の部分を重点的に塗装していきます。パステルはアクリルの溶剤で溶いて、実際に塗って乾いた後はこのような状態になりますね。船体に浮き出たサビ、さらにこの乾いたパステルをティッシュペーパーを使って拭き取ります。そうすることでサビの色をなじませることができるとオチは言います。この時も水の流れに沿って縦方向に拭き取っていることにお気づきでしょうか。さらに細かい部分は綿棒で拭き取ります。自然なサビの色を出すマエストロの表現、 U ボートの船体に歴戦の証が刻み込まれていきます。環境部分にもサビを施し、余分なサビが水面下の部分につかないよう気を配りながら、下から上へと喫水線あたりのサビをなじませていきます。
仕上げに艶消しクリアを吹き、全体を落ち着かせます。完成時の仕上がり具合を大きく左右する排水口や空気穴周りの汚れが見事に再現されています。そして塗装の達人オチは最後の技を繰り出します。塗装の最終段階、ディテールを際立たせるための塗装はドライブラシを行います。戦車の模型などで多用されるドライブラシ、文字通り水分を拭き取り、乾いた筆に残るわずかな塗料で汚れを表現する技法です。ここからがマエストロの真骨頂。ドライブラシでもグラデーション塗装を実現します。第2段階では先ほどよりもやや明るい色を塗装、突き出た部分のみに塗装が残り、細かい凹凸などのディテールを浮き立たせています。そしていよいよ最終段階へと突入。光が当たる部分により明るい色を施していきます。リベットやエッジの部分にハイライトが入ることによって、より一層立体感が増していくとオチは言います。ベテランモデラーさえも思わず感嘆の声を漏らす、マエストロオチのドライブラシによるグラデーション塗装。各段階の色が織りなすグラデーション効果、これが U ボート全体に立体感やリアルな質感を生み出します。かっこいい。艶消しクリアで仕上げ、ついにオチの U ボートが浮上する時を迎えます。オチ信義至高の作、ドイツ潜水艦 U ボート 7C ウルフパック。かつて大西洋を中心に猛威を振るい、当時のイギリスの首相チャーチルをして第二次大戦中の最大の脅威とまで言わしめた、その武々しさを塗装で再現。全長 93.3cm という巨大な船体の持つ迫力は驚愕の一言。その船体の至る所に相次ぐ激戦と自然の荒波を乗り越えてきた証が歴史の重みとともに宿ります。ドイツ海軍の技術を結集して作られた海の狼が今再びよみがえります。自分のイメージした色が出せた時ってとっても嬉しいんです。僕にとってプラモデルってキャンバスなんですよね。